ウニ、マルモニュメントにマルは、北海道、奥尻島の着ぐるみのマスコットキャラクター。ウニが、奥尻島の名産であることから、北紫ウニをモチーフにしている。北海道が進める、地域雇用を活性化させる対策として、奥尻島観光のイメージの向上を呼びかける形で、観光協会と結び2001年に、タイムカプセルウニ、マルという施設が開館になるのに合わせ、 登場した。2001年4月28日、大型連休の第1日にあたる、この日に、公の場に姿を現す。なお、島内の小高い丘に、ウニ丸モニュメントパークが建造された。北紫ウニをイメージしたモニュメントは夜には120本のトゲがライトアップされ、鍋鶴岩とともに観光スポットとなっている。大きな丸い顔に、 頭部には濃いオレンジ色の六本の触角が生えている。会話はできないが、到着、出発の観光客に対してを振り、記念撮影に応じるなどの活動を行っている。まるで宇宙人のような個性的な姿と愛嬌のある、表情や身のこなしは、たちまち人気を呼んだ。特に、訪れた子供たちには、評判が良い。奥尻島の海の玄関口である、奥尻港。 フェリーターミナルで5月から秋にかけて会うことができる。また、島内の土産物店や売店の玩具コーナーでは手のひらに収まるサイズの縫いぐるみが作られ販売もされている。島津綾の歌唱によるキャラクターソング、ウニ、マ、ま、ルちゃんがある。ありがとうございます。